どうもお疲れ様でございます。まい大学の特別講義でございます。今回、ナミさんから送られてきた動画っていうのがね、自信がなくても起業で成功できるというテーマでございました。ちょっと動画の方を見させていただきまして、非常にね、まあ、その通りだよね、勉強になったよねっていうところが多かったんですねで。私の方はいつも通り、あえてね、別の切り口でいこうと思いますけども、自信がないから成功できるということなんですよね。あの、大学受験の時に感じたんですけども、 落ちるかもしれないと思うから勉強するんですよね。で、勉強して「よしそろそろ今日は疲れたから終わるか」と思ってテキストを閉じようとするんですけども閉じようとしたその瞬間「待てよ試験に次の1ページの中から出たらどうする?」って感じだったんで「よしもう1ページやってみよう」と「もう1ページやろう」と思って私の場合は「あともう1ページ」っていうことをねテーマにいつもそうやって掲げてきたんですよ。 というのがね、せっかく10ページ20ページ勉強しても次のページの中から出題されたらどうするっていうふよね。例えば10ページ20ページ勉強してきてこれだけやったんだから大丈夫っていうふに自信をつけちゃうとこういう発想にはなんなかったと思うんですよそれから今ねビジネスの現場においてここまでやったから大丈夫だろうって思うことがないんですよいやいやまだやった方がいいんじゃないかなともっと別の視点があるんじゃないかなと まだ気づいてないところがあるんじゃないかなっていうふうにいつも不安に駆られてるから人よりもちょっと多めにやる人よりもちょっと別の視点で見るっていうバイアスが働くんじゃないかなと思うんですよつまりね不安だから不安定だからやり込むんですよ安心していたらやんないでしょ自信があったらもうこれで大丈夫と思うでしょだから自信があることってもしかしたら失敗の要素に入るかもしれないんですよ ですんで、いつも不安であってね、いつもまだ足りないなぁと思う、その気持ちが目的を成就させるんじゃないかなと思います。ちなみに私は思うんですけども、目的達成とかね、成功失敗を分けるものって、強い願望じゃないかなと思うんですよ。ああなりたい、こうなりたいっていう心の底から思っていること、もしくは、ああはなりたくない、こうはなりたいって、こうはなりたくないっていうふうに強く思っていることできっと、 うん、なんかねそのいわゆる成功ってものに導かれるんじゃないかなと思うんですよ強い願望ですよあの人と一緒に過ごしたいと強く思っていればまあもういいかどうせ無理だしっていう気持ちにはなんないんですよつまり諦めないってことに繋がるんじゃないかなと思います強い願望を持ってますかその願望は叶えられているでしょうかそれともいつ頃叶いえそうですか今日のラストはこの言葉で締めようかと思いますお疲れ様でした